ルックアラウンドは周囲の景色を360度見渡すアップルのマップの機能である。範囲内を自由に移動したり、スムーズに進んだりすることができる。ルックアラウンドは2019年6月に開催された Apple Worldwide Developers Conference で iOS13 の機能として紹介された。2019年9月19日に iOS13 の機能として一般リリースされた。 京都府長岡京市を走るアップルマップ車両ハバーを走るアップルマップ版フィラデルフィアを走るアップルマップ車両アップルマップのカメラ2015年初頭12台のカメラトライダルセンサーを搭載したアップル所有の車両がアメリカ合衆国各地で目撃された2015年6月アップルのウェブサイト上で車両はマップを改善するためにデータを収集していると述べていた また、顔やナンバープレートを認識できないようにすることで、プライバシーを確保していると主張していた。2018年に、アップルはマップを再構築し、微細化することを確認し、最初の成果はカリフォルニア州でロールアウトされた。2019年5月、アップルはカナダでマップのデータ収集を開始する計画を発表した。2020年6月22日に開催された。 WWDC では、微細化されたマップが同年後半にアイルランド、イギリス、カナダで利用できることを発表した。2020年8月5日にマップは日本向けに大幅な改良をし、より精細な地図が表示されるようになり、米国外で初となる、ルックアラウンドも東京都、大阪府、京都府、名古屋市と各周辺地域で利用可能になった。 2020年12月、香川県、広島県、福岡県の一部分で、それぞれ利用可能になった。また、カナダで微細化されたマップが公開され、同時にバンクーバー、トロントなど一部地域で、ルックアラウンドが利用可能になった。2020年現在、アップルの車両は以下の国を通過、または通過する予定である。ありがとうございます。